ゴッドになって戦っているうちに、その世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。ふふふ、めったな。強えな、ビルス様。ん？地球を破壊する！いけない。あの目は本気です。これはまさか。差し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人形。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめろ！あったった。あ、もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後に、魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。何？バカな！お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんてとんでもない不届き者だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ。地球の代わりにお前を破壊してあげよう。お前は悪人みたいだからね、思う存分破壊できるってもんだよ。私は先にこのものを地球に届けてきます。ビルス様、余計なものまで壊さないように少しはお気をつけください。さあ、それはどうだろう。破壊神は味方なので、これ以上心強いことはないですよ。いくらドミグラといえどもひとたまりもないでしょう。この姿で相手をするのは限界か。まあいい。この戦いも本来は存在しなかったはずの歴史の一つ。激しく戦えば戦うほど時の狭間の歪みはますます広がっている。よかろう。目的は達成できたようだから。なんだい、あいつの最後の言葉は。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。ああ、お帰りなさ、なんで連れてきてるんですか。ドミグラの最後の言葉の意味を聞くためって。でも、だからって。時の巣じゃないか。久しぶりだな、ここに来るのも。彼らは、時の海王神が雇ったタイムパトロール隊員のようですね。あらあら、まあまあ、これはビルス様、お久しぶりです。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかいを出してきてね。どこにいるのか教えてもらおうと思ってさ。やつは時の狭間に閉じ込められています。しかしそこから出てくるのは時間の問題です。なるほど。狭間に出口を作るために歴史を変えて時空を歪ませていたわけですか。ああそう。じゃあ復活して出てきたところを破壊するとしよう。
この世界でビルス様に暴れられたら、時間の流れそのものが破壊されちゃいます。だろうね。だって僕破壊神だから。いや、でもそれは。あ、やめてくれたら今度おいしいご飯作ってあげますからね。おいしい、いや、どちらにせよ遠慮しておくよ、それは。お願いします、ビルス様。ドミグラのことは俺たちに任せてもらえないでしょうか。嫌だね。あいつは僕を利用しようとしたんだ。許せないよ。第一、君たちだけでドミグラに勝てるの？必ず勝ってみせます。俺たちに父さんや母さんを、悟空さんたちを、みんなを守るチャンスをください。ビルス様、ここまで言っているのですから、彼の言葉が信用できるかどうかテストしてあげたらどうです？テストか、いいかもね。僕とウィスを相手にどこまで戦えるか見せてもらおうか。はい、ありがとうございます。ビルス様、私も戦うのですか？ウィスが言い出したことだろう。仕方ありませんね。ちょっとストップ！ここはダメですよ。どこか別のところで。君もわがままだな。はいはい、わかったよ。時の巣も久しぶりだからね。僕は少しのんびりさせてもらうよ。では、準備ができましたら、私にお声掛けください。